だんだん増えてきましたね、そいちゃん。父ちゃん、究極の面倒くさがり屋。そうすけ。そうすけ。できて。はい、持ってきましたよ、父ちゃん。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、おいしい。食べてくれました。そうして呼んでるよ、父ちゃん。持ってきてよって、持ってきてよって、持ってきてよって。少し動きましたね、そうちゃん。少し動いた。まあ、来たなって。父ちゃんだって魚ってアイスコーンって。釜が来た。あー、おいしい。カバが来た。カバが来たよ。なかなかね、いい動画もなくてね、もう冬はね、どこも行かないからね。普段のね、動画ブログみたいなので本当申し訳ないけどね、撮影しようがないですよね。そうちゃんはね、もうマグロ食ってるかなんかしてるだけだしね。マック、マック、おいで。はい、ご苦労さん。遊んでんの呼んだねって。行けちゃうって、用事ないなら行くって、そんな感じだね。あそこで遊んでますから、ちょっと呼んでみましょうかね。マックおいで。はい、片付けておいで。はいよ、おいでおいでおいで。たた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 たっておいで。はい、ご苦労さん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 でした。呼んだって、呼んでよって。用事ないけど用事ないけど呼んだ、マック用事ないなら行くって用事ないなら出かけるよって呼ぶねよって呼びたくなっちゃうんだよね。散歩終わりましたね。アイス待ちしたんですけどね、ちょっとダメでしたね。なんかね、お店混んでましてね、販売機のところがね、あの店長がね、応対できなくてね、うん、アイスね、ちょっと待ってくださいよって言われちゃってね、なんかね、困ってた。まあだからね、もうちょっと空いてる時間にならなきゃダメだね。あったかいとね、アイスね、売れるんだね。仕方ないですね。